な情報が入ってきました。死刑です。死刑が今確定しました。鳴宮被告の上告は棄却され、今正式に死刑が確定しました。最高裁の見解は以下の通りです。事件当時、毒物が容疑者宅で発見されたことなど状況証拠は十分揃っているものと考えられ、高裁が下した死刑判決を覆す理由には到底ならないとのことです。週刊新春の捏造疑惑が注目されていましたが、判決には特に影響がなかった模様です。